どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスター、ソードシールド、やっていきます。よろしくお願いします。今回はですね、このポケモンフォームが、解禁されたということで、早速ですね、このポケモンフォームでしかできないことを今から皆様に紹介していきます。皆さん、一度はこう思ったことありませんか？ポケモン、一気に逃がせたらいいのになって思ったことありませんか？もう誰しも思うと思います、これは。卵を孵化させて、やっぱ孵化余り、いっぱい余りますもんね。もう僕も余ってます、この通り。で、この余ったポケモンを、もう一匹ずつ逃がすの。非常にめんどくさいですよね。やっぱ時間かかりますから。一気に逃がしたいと思ったこと、ありませんか？実は、できるんです。このポケモンフォームなら。なんと、他のポケモンもまとめて逃がすことが可能になりました。これによりですね、大幅な時間短縮が可能になりました、ポケモンフォームで。いやー、すごい楽。いいっすね。あれ？あ、一気に逃がせるって言ってもあれなのかな？ワンボックス分のみかな？他のボックスの分も逃がすことはできないか。ってことは30匹か、まとめて。うん、それでもいいじゃないですか。今まで1匹ずつちまちま選択して逃がしてましたからね。それがね、もう30匹もう一気に選択して一瞬で逃がすことができるんだから、すっごい楽。できるならね、この機能ソフトの方につけてほしかったんですけど、残念ながらソフトの方にはついていません。ポケモンフォームじゃないと一気に逃がすことはできない。でも、ポケモンフォームいればね、逆に一気に逃がすことが可能なんだから、やっぱ、厳選中の方は、ぜひね、やってみることをお勧めします。卵は逃がすことできません。当たり前ですね、これは。卵逃がしたらやばいもんな。はい、ということでね、今回、以上になります。ご視聴ありがとうございました。